読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうか。引っ張った、取りました、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている梅野。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球コーナーをついてきました。154キロがいきなり出ました。胸元へ決めてきました。ストライクです。ノーボール2ストライク。打ちました、滑り込んだ、ナイスプレーです。バッターボックスは3番吉田。2アウトになっています。この回の菅野、4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。いいコースに決まりましたね。はい、低めにストレートが決まっています。ここは150キロを超えてきます。まっすぐできました。ワンボールツーストライク。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。さあ、これからホークスが守備につきます。太田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ボール、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅、そしてキャッチャーは1塁、アウト、スリーアウトです。2回表に入ります。ホークスの攻撃、打席には5番バッター阿部。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最初ライト方向を流しました。打順は5番、福田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターファウルになります。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。スライダーが決まります。あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か。ボールになります。打ちました、打球は左中間へ。吉田が掴んで2アウト。バッターは6番岡本。2アウトになっています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。これが2球目。インサイド、落ちました、取りました。1塁アウトで3アウト、チェンジです。2回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。インサイド打った、これは際どかったが一塁アウト。バッターボックスには5番吉田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、一塁アウト。打席には6番バッター山田。ツーアウト、ランナーありません。初球空振りです。インサイド打った、掴んだ、一塁アウト。これで3アウト。3回に入ります。7番から始まるホークスの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは金子。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。
ふわっと上がった。これはインフィールドフライ。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには源田が入っています。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。踏ん張りどころですからね。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。体に近いところ。次が3球目。よどい球、わずかに外れています。さあ、4球目は何か。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。これで3ボール。ストレート打った。グラブが届いた。一塁アウト。ファインプレイ。さあ、そして打席には松山が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここまでしっかりゼロで抑えてきてますから、ここも大丈夫でしょう。なるほど、そうですよね。この球は見送ります。3球目は何で来るか。インコース高めのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。変化球打った。一塁アウトでスリーアウト。これから3回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは中村。ジャイアンツ得点に動きはあります。さあ、ここでジャイアンツダイソーを送ります。手元でスルスルっと逃げていくボールですね。まあ、むやみに手を出すと引っ掛けてしまいますね。なるほど、そうですか。ファールボールです。ふわふわっと上がった。これはインフィールドフライ。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには村上が入っています。ここは好打順ですから、勝負どころですよ。さあ、一二塁間、一塁アウト。しかし、これは進塁打になりました。さあ、そして打席には小林が入ります。さあ、ツーアウトながらバッターボックスには代打のオースティ。ジャイアンツツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。これが1球目。初球甘いところでしたが、これは見ていきます。さあ、2球目は何か。ファウルです。インサイド打った。ファーストが抑えた。アウト。これで3アウト。試合終了。チャンスは作りましたが